社会科見学とか行ってるの。その次の日にニューヨークに渡って、あの空母インタリフィッシュ。あれいいっすよ。街角歩いていってください。歩いてって、街角ふっと曲がったら、ペン。空母の飛行甲板から、マンハッタンの夕方の風景が見れます。ただ気をつけてほしいのが、ビートルフィッシュって、あの太平洋戦争の時の艦で、カムカザタックでやられた艦なんですよ。それを上映してますから。それを館内で上映するんですよ。格納庫で。飛行甲板と格納庫とブリッジです。カンパンパンパンに展示したい。今夕方、あの夕方日が暮れかかって、エンパイアステートビルに火が入ると思ったらカンパンから撮ります。ご案内いたします。飛行機は間もなく停止しますが、客室乗務員がご案内するまで、すべてのお客様は座席上の手荷物を取り出さず、席にお座りのままお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。また到着ロビーへはバスでお送りいたします。タラップには手すりがあります。安全のため手すりにおつかまりになり、気をつけてお降りください。どこ隣にあのタイプもいるはずなんですけど、こっち側にね、こっち側にいるはずなんです。タラップを降りたら目の前に写真撮れるように。何でもしますよね。フラップも収まってますよね。見えない。フラップも見えない。そこの一番フラップが見えない。でもあのモニター綺麗ですけど、見えないのかのフラップが見えない。